沿線風景茨城県道二百五十一号、森谷士予線は、茨城県森谷市から、取手市士城に至る一般県道である。森谷市、本町のおつし交差点から、取手市士城の富士城乗車東交差点まで、東西に結ぶ延長約十三キロメートルの県道路線。起点、森谷市から、取手市戸頭まで、国道二百九十四号と重複するため、 単独区間は、取出市内のみとなる。取出市内はと頭で、国道294号より分岐し、下高い山の丘三熟国岐富士城と、ほぼ、古海側右岸沿いのルートをたどる。1994年4月1日、前進にあたる、一般県道富士城板、都井岩井線の一部区間が主要地方道主主、豊岡線への昇格により廃止となり、県道富士城板、 ト井岩井線の東側の残存区間が、北相馬郡森屋町を、起点、道郡藤城町を終点とする、一般県道森屋藤城線として新たに、路線認定された。翌1995年に整理番号251へ変更され現在に至る。鳥出市夢見の団地森屋市水木屋団地を連絡する、バイパス道路を、平成5年度より、都市計画決定し、 原動を拡幅する630メートル区間とバイパス整備をする440メートル区間に分けて道路整備する計画が進められている。特に原動拡幅区間側は、福音が強小で、歩道もなく対向車のすれ違いが困難な状況にあることから、平成12年度より事業化され工事が進められている。道路法の規定に基づき、取市、三王同士藤代間は、 緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。